はい、こんにちは、小林邦弘です。今回のテーマは、海外の詐欺師を見抜く3つのポイントということでお話ししてみようと思います。もし皆さんがですね、海外ビジネスに興味あれば、まあ、どんなビジネスであれ、やはりね、一人でやるということには限界があるはずです。必ず現地でパートナーを必要とするというタイミングが来るはずです。でも、まあ、僕もね、この15年、世界中でこの人パートナーになれるかなと思って組んだはいいが、痛い目に遭うということをですね、まあお恥ずかしながらたくさん経験してまいりました。業界とか業種によるんですが、それでもね、ある程度共通して皆さんに注意できるポイントというのはあるんじゃないかなと思います。そんなわけで本日は皆さんに分かりやすい詐欺師を見抜くポイントを3つご紹介してみようと思います。このチャンネルは私小林邦弘が月に1回世界一周しながら現地で見たこと、学んだこと、こういったことを旅とかビジネスを切り口にご紹介しているチャンネルです。世界に興味あるよとか、世界のリアル知りたいという方いらっしゃったら、ぜひポチッとチャンネル登録していただけると嬉しいです。どうぞよろしくお願いします。はい、まず1点目です。1点目はレスポンスが異常に早い人という形になります。これはね、僕のインド編でもちょっと取り上げたお話なので、そちらも参考にしていただけると嬉しいんですが、優秀な人にはまず仕事が集まる。これはね、世の常です。で、あなたがもし例えばメールを送ったとします。あまりにレスポンスが早い場合、その人はあなたをはるかに上回るとてつもなく優秀な人か、もしくは暇で一日中パソコンの前に座ってるか、このね、どちらかです。で、大半は後者になります。暇なんですよ。で、一日中パソコンに座ってカモは引っかからないかなって、こうずーっと待ってるんです。嘘でしょうと思うんですが、こういう暇な人でも多少英語ができたりして海外の人を引っ掛けるスキルを持ってる人、実はね、結構たくさんいます。実際僕がこれはインドであった話になるんですが、僕はインドでですね、水産業でバイガイという、まあ、居酒屋さんなんかで使う、まあ、商材があってですね、これを探してた時期がありました。もうね、5、6年前になるんですかね。で、まずね、日本で実際にメールするわけですよ。ちょっと取引できませんかとか、輸出できませんかとか、こうやるわけですね。で、その中で何社か候補を見つけました。目星を見つけました。あ、この中にいいパートナーいるんじゃないかなと。で、現地へ向かったわけですね。で、一番レスポンスが早かったところ、まずね、ここが最優先かなというところで、こことお会いしたわけです。現地到着後にですね、の一番で会って、どこ行くのかなと思ったら、連れてかれたのはなんかえらいボロいですね、その人のお家に連れてかれて、え、工場じゃないのって聞いたらですね、大丈夫、パートナーはいっぱいいるからというふうに言うわけですね。まあ、ここまで来たらですね、この人なんだ、全然生産者でも何でもなく単なるブローカーなんだというのに気づいたんですが、レスポンスの順番にですね、私もアポイントを取っていったんで、最後に一番レスポンスの悪い会社、こちらとですね、まあ面談したんですが、結果で言うとここが一番まともでした。そしてここと話してて初めて気づいたんですが、あ、良い会社っていうのは仕事が集まるから当然忙しい、だからレスポンスが少なからず遅かったんだということに気づいたわけですね。で、そんなわけで、レスポンスが異常に早いとき、まあまあ早いのはいいんですが、異常に早いとき、こちらは要注意じゃないかなというふうに思います。そんなわけで、ポイント一つ目、こちらは、レスポンスが異常に早いところということでご紹介しました。はい、2点目です。2点目は、最初からノリノリの人でございます。あなたが考えた、まあ特に海外ビジネスのアイデアがね、まあ素晴らしいかもしれないですよ。もちろん最初から素晴らしいのを思いついた、天才だったかもしれない。でも、それをまあ相手パートナー候補に持ちかけるわけですが、最初からあまりに相手が前のめりな場合、これは要注意だというふうに思った方がいいです。相手はね、ほんと天才ですぐ良さが分かったから前のめりになったということもあるんですが、一般的には海外の場合は目先のお金が欲しいから前のめりになる、こういう場合の方が可能性としては高いです。これはね、日本でも同じだと思います。まあビジネスだけじゃなくて恋愛とかでも一緒かもしれないんですが、相手がね、初対面からガンガン来る場合ってやっぱ警戒しますよね。これ海外でも同じです。でも海外の場合ってやっぱりストレスが皆さんに最初から生まれてるわけですよ。緊張感とか頑張らないといけないというところですかね。こういうメンタリティから最初に提案した時に相手が前のめりで来ると、やっぱりこの緊張感とか
頑張ろうという気持ちから早く解放されたいがゆえに、あ、もうこの人がパートナーでいいやっていう心理に陥りがちです。各有私も、この心理といつも未だにですね、戦ってます。やっぱりね、初対面の人とか初めてのビジネスとかだと辛いんですよ。本当にうまくいくかなとか不安が、やっぱり最初から前のめりで来ると、あ、この人でいいや、もうこれでこの不安から解消されるという気持ちになっちゃうんですよね。これがね、要注意というわけです。で、これもね、私の事例をお話すると、ケニアのバラ、ケニアのお花というのは、まあ私のですね、まあ肩書きと言っても過言ではない仕事なんですが、始めた当時ですね、今でこそ私ケニアでは結構有名なんですが、当時は非常に無名ですし、大した量買い付けてるわけでもないんですよね。なのに一つ農園でですね、異常に積極的な農園があったんですね。もうぜひ一緒にやろうよと。でもあなたはですね、私の日本の独占的パートナーにするよ、まあちょっとその代わり投資してほしいんだけどみたいな感じでですね、ポジティブオファーのオンパレードでした。その頃ね、私もまあ海外人ビジネスもうすでに10年ぐらいやってましたので、ある程度冷静でいられました。ですのでちょっと警戒してたというところはあるんですね。で、その翌日から何日か先に、別の農園に訪問した時にですね、余談の中で聞いたんですよね。この会社ってどうなのって聞いたら、あそこはね、慢性的にお金がなくて、ぶっちゃけた話、お花への肥料すら買うお金もないから常に投資家金づるを探してるんだと言われてですね、ああやっぱりそうだったんだとね、まあガテンが言ったという話なんですが、まあこういうことね、よくあります。実際よくあります。ですので相手がノリノリの時というのは嬉しいんですよ。私は、あ、私のことを認めてくれたという嬉しさがあるんですが、なぜノリノリなのか、一歩踏みとどまってですね、冷静に相手を見ること、これが大切じゃないかなと思います。というわけで、見抜くポイント2つ目、こちらはあまりに最初からノリノリの人という形でございました。はい、そして詐欺師を見抜くポイント3点目です。3点目は自国の論理を押し付ける人になります。特にね、これはアフリカなんかで非常に多いのですが、都合悪くとね、逃げるんです。音信不通になるんです。これがね、詐欺師です。で、こういう人をね、見抜くポイントっていうのはいくつかあるのでご紹介してみようと思います。わかりやすい例をいくつか挙げると、例えば Wi-Fi っていうのがあってですね、急に音信不通になって、後で突っ込み入れると、いや、ちょっと Wi-Fi の届かないエリアにいたから連絡できなかったみたいな言い訳をしてくるんですが、今時アフリカでよほどの僻地でない限り、音信不通になることというのはありません。 Wi-Fi が届かないということはありません。で、あとね、これ水産業なんかで多いんですけど、いや実は我が国の漁師はね、こういう論理でしか動かないんだというような話ですね。誤解を恐れず言えばですね、世界中の漁師のメンタリティというのは大体一緒です。発展途上国だから特有の論理というのは基本的にないです。ですので私に言わせるとですね、今だから言えるんですが、その発展途上国の論理が基本的にあるとしても、それをきちんとあなたに翻訳できない段階でですね、パートナーとして失格という形になります。こういう人はですね、上辺だけを見繕ってる可能性というのが大いにあります。それは言い方を変えるとですね、あなたへのリスペクトというのは全くないんです。ですのでいざとなった時にぶん投げる可能性、これは大いにあるので要注意という形になります。で、実際一つの例として、西アフリカセネガルでの水産業の話をしてみようと思います。その時私のパートナー候補はですね、現地在住の、レバノン人でした。ご存知の方もいらっしゃるかもしれないんですが、レバノン人というのは世界的に見るとですね、ユダヤ人と同じぐらい、商人として有名な人たちですね。まあ一人例を挙げるとですね、もともと日産にいらっしゃった、カルロス・ゴーンさんなんかもレバノン系というふうに言えるかなと思うんですが、アフリカだけじゃなくて欧米でもよくレバノン系のビジネスマンって見かけます。ですので私もこの人いいんじゃないかなと。で、実際非常に饒舌でかつ自信満々に自分の経験豊富なことをアピールしてくるので、この人なら、まあ、日本人の論理も通じるしいいかなというふうに思ったんですね。で、実際取り組み始まったんですが、始まってみると急にね、辻褄合わないことが増え出したんですよ。あれおかしいなっていう話のオンパレードで、何か私が指摘してもですね、いやセネガルはこうだからと言い出したり、で、挙句の果てに急に音信不通になるんですね。まさに先ほど冒頭でお話した通りの話なんですが、突き詰めるとですね、いやちょうど、漁場がですね、Wi-Fi の届かないエリアだったっていうんですが、そこ結構ねセネガルの大都市で僕も行ったことあったんですが、やっぱり通じないってことないんですよ。つまりこれ全て言い訳なんです。私も随分修羅場をくぐってきたので今思えばわかるんですが、多分ね簡単に僕を騙せないってことに気づいたんですよね。ですのでもう面倒くさくなったっていうのが本音じゃないかなと思います。当時ね、セネガルってね、日本から遠いですからね、せっかく行ったのにまた一からやり直しかというのに本当に落胆はしたんですが、でもこの人とは組めないと分かった以上、早々に見切りつけてですね、また新しいパートナーを探したというのが
私の事例になるんですが、こういう話、おそらく、まあ、アフリカだけじゃないですね。他のエリアでもですね、よくある話だと思うので、一つの事例としてご紹介しました。参考になりましたら嬉しいです。というわけで、3点目はですね、自国の論理を押し付ける人、こちらでございました。はい、というわけで今回は海外の詐欺師を見抜く3つのポイントということでお話ししました。もう一度整理します。1点目、レスポンスが非常に早い人。2点目、最初からノリノリの人。そして3点目、自国の論理を押し付けてくる人。こういう人は得てして詐欺師の可能性があるので、要注意ということで覚えておいていただくと嬉しいです。最後になりますが、また例によってちょっとでも参考になることありましたら、いいねとですね、チャンネル登録をポチッと押していただけると嬉しいです。どうぞよろしくお願いします。そして、私、旅するビジネスマン、小林邦弘がプロデュースしている美容オイルブランド、セイユと私になります。サステイナブルな世界を目指してですね、皆さんに上質なオイルを提供しつつ、かつオイルを通じて、特にアフリカ等の地域社会になるべく貢献していこう。こういう思いを持ってプロデュースしたブランドになります。実際この旅するビジネスマン、私もですね、旅にはもうこれ一つ持っていくと手間いらずという形なので常に持ち歩いてます。概要欄にリンク等も貼っておきますので、もしよろしければご覧いただき、そして手に取っていただけると嬉しいです。こちらもよろしくお願いします。以上です。最後までありがとうございました。